生けるしまりとは、雅楽の一曲。別名を、長久学、または、祖師川根重しととも言う。右方に属する六人舞。直進楽では四人舞。高麗総長。教訓省高麗部に記載がある。この江天皇の旧安年間に、この楽今物だとされる。日本のリミッチ賞において、高麗局に、楽名祖師まりまた楽具祖師まりありとされるという。 明治に再興されたが1905年に第二次日韓協約韓国東韓府設置記念で林博次に再興が命じられたとも1911年に芝屑鎮による再興との説があるという近年では2001年に明治神宮で回れた番枚としては生ける幕者とセットで用いられる和名類受賞20巻本第10巻にある生ける締まりの記述を引用した 仙台旧字本義牧第四地義本義の、元仙からス村による山田のおろち大寺の前段の、文中記事による。元仙からス村立その子いたける人口いたるおしらぎ、ひしかばねしげりの書いひしかばねしげりの書さん書しらぎの、地名なり安和わみ高麗しょう来楽曲有素しまり、義祖の地風俗の歌曲家の公言曰くこの地はれ、不欲意水色土作戦場の東。 渡り至るイズモ国碑の川上ともやす芸国会の、川上所在鳥り本確かスサノは、この磯たるを引き、白木の菱川根しげりに降りたの高来楽曲にある、池ケル里はその地の風俗を歌う曲である。スサノが言うにはこの地に私はいたくない。食土で船を作りこれに乗って、東に渡りイズモ国の碑の川上と秋国河わの、川上にある、鳥り峰に至った。 しかしこの、仙台旧字本義は、平安時代に作られた義書であり、該当部分の原点は、日本期末期巻、第一第八弾一書、第四の山田のおろち大治の前段に出てくるひしかばね、しげりについての記述である。一書曰くす農村お業無常古書進化も、仙座、おけと自す地区の税実すさのお卒その子いたける人口。 イタロー・シラギ国威・ヒシカバネ・シュゲリの書の公言わくこの、チワレ、不欲意水色土作船上の東、渡りイタル・イズム国ヒカワウエ所在取り紙の峰時、カレショウ彼ン龍人大蛇スサノウは、この磯竹とシラギに降りヒシカバネ・シュゲリにいた。スサノウが言うにはこの地に私はいたくない。食土で船を作りこれに乗って、東に渡りイズム国のヒカワウエにある取り紙の峰に、至った。 したがって、楽曲としての名称は、ソシマリ、または、ソシモリであるが、その名称の元になった、伝説上の地名は、ソシモリの方であって、ソシマリではないから注意が必要である。尺日本記にある、陽精天皇による878年の、日本記公園の元行土交渉マイナス881年で、これらが宿根交渉が、ソシモリを、今の祖の保留と解説し、 その文中に、この雪人か驚きうんぬんとされた。その後、江戸時代の国学木工者まで、長らく議論らしきものはなかったが、江戸時代から戦前にかけて、日本初期の菱川に茂りが、現在のどこに当たるのか、盛んに議論され、候補地を挙げる説が次々現れ、その数は戦前の段階で、北は環境北道から南はチェジュ島まで、 朝鮮半島の各地に8カ所にも及んだ。しかし場所についての論争に決着はつかないまま、現在に至り、最近では、普通名詞、または、神話上の概念として、特定の実在の場所に当てはめないのが、学会の傾向である。また、ソシモの語源や語義についても戦前から、多くの説がある。だが、現在のところ、ソシモの語義、語源について正確なところは不明である。 祖師主義都市という名が関連する神社は、厚田神宮の末社に、祖師主義都市社がある。五一条天皇の時代に、津島神社の境内摂者、京森社から誕生したもので、祭神は五津天皇とされていたが、神仏分離以降は、祭神は、伊、主義都市大臣とされ、この神明は、スサノオ野ノソンの別称とされている。楽曲解説明治神宮平成十三年春の、 大西法縮部学は瀬ガ大学図書館像音楽部、第10局長類、第49仙台球次本議館第4地議、本議日本書記館第1人第1日古腰団、国会図書館近代デジタルライブラリー、日古腰団34から35近年代、韓日関係研究士日本人の韓国史研究を中心に、鶴見道代の祖父によるという、ありがとうございます。